泳ぎするか。大丈夫ですか？そこのあなた、水難事故は1秒を争います。2人の方が早く運べる。ご協力お願いできますか？分かった。大丈夫なのか？息をしていない。今から心肺蘇生を行います。頑張ってくれアンちゃん。先ほどはありがとうございました。さっきのアンちゃんは助かったのか？ええ、今病院から連絡が来ました。正しく処置できたこともあって、命に別状はないとのことです。そうか、そりゃよかった。これも運ぶのを協力してくれたあなたのおかげです。なあ、申し遅れました。僕はレイモンドと言います。このビーチでライフガードをしています。俺は春日だ、よろしくな。ライフガードってのはライフセーバーとは違うのか？ライフセーバーはボランティアなんです。対してライフセービングを職業にしている人はライフガードと呼ばれるんですよ。なるほど。まあ単純にアメリカではライフガードが多いのだと思っていただければいいですよ。おー、レイモンドちゃん、今日もビーチのパトロールかい？感心感心。こんにちは。今日は少し波が高いので、あまりお気は出ないでくださいね。わかってるわかってる。泳ぎが得意だと思ってる人ほど油断するだろう。いつも言われて耳にタコができとるわ。あら、レイモンド君、今日もいい天気ね。今度またうちの店に食べに来てね。こちらこそ、こないだはごちそうさまでした。またそのうちお伺いしますね。暑いですから水分補給をお忘れなく。ずいぶんと親しまれてんだな。なあ、すみません、話の途中に。いや構わねえよ。にしてもすげえ人混みだ。これが毎日だろ。ビーチを監視するのも大変なんじゃねえか？そうなんです。これだけのお客さんに対してはライフガードの数が足りてないのが実情なんです。鍛え抜かれたフィジカルに正義感、命の大切さを知り、勇気を持って人命救助ができる、そんな人材を常に募集しているんですけどね。人手不足はなかなか解消できず、慢性的な課題なんですよ。ビーチは広いですから、できるだけ多くのスタッフで困ってる人のサポートをしたいのですが。そうなのか。あのよ、もし迷惑でなかったら俺もそのライフガードの仕事手伝うぜ。え、春日さんは？もちろんレイモンドみたいに何でもはできねえから、やれる範囲でって感じだけどさ。俺もこの海を楽しませてもらってるし、その恩返しってわけじゃないけど、困ってる人がいるなら力になりたいからよ。ありがとうございます。そんな風に言ってもらえるなんて嬉しいです。ぜひお願いします。本当に猫の手も借りたいくらいだったので。そりゃよかった。少なくとも猫よりは役に立てるように頑張るよ。で、手伝いって何をすりゃいいんだ？そうですね、いろいろとお手伝いいただきたいことはあるのですが、日差しも強くなってきましたし、
熱中症の人がいないかのパトロールですかね。春日さん、今お時間はありますか？そうだな。なあ、ビーチで熱中症の人がいないかパトロールすりゃいいんだな。そうです。この時間は暑いですから、気づかないうちに汗をかいて脱水症状になりやすいんです。楽しく遊んでる途中で急にめまいがして倒れてしまうというケースも結構あるんですよ。なるほど、自覚がないパターンもあるのか。それは結構怖いな。ええ、そうなんですよ。なので声かけが大切になります。春日さんには水分補給用のお水をお渡ししますので、熱中症っぽい人や脱水症状の人がいたらその水を飲ませてあげてください。シフト制なので時間が来たら次のスタッフと交代となります。パトロールに熱中して我々が脱水症状になったりしたら笑えないですからね。それは確かにそうだな。ではよろしくお願いいたします。春日さん、全て配ってくれたんですね。ああ、結構必要としている人がいたからな。しっかり渡してきたぜ。お疲れ様でした。これは今日のお礼です。
そうだ、これもどうぞ。春日さんも水分補給しないと。お、サンキュー。うまいな。水のありがたさがわかるぜ。しかし少しビーチを回っただけだが、困ってる人は結構いるもんだな。ええ、トラブルの内容も人によってバラバラですから、よく見極めて対応する必要があるんです。命に関わることですからね。でも苦だと思ったことはないんですよ。みんなの笑顔であふれるこのビーチが大好きですし、この仕事にはすごくやりがいを感じています。そうか、どんな仕事でもやりがいがありゃ楽しいもんだよな。でも多くの命を救ってるんだ。すげえ仕事だよ、ライフガードってのは。これからも時間ができたら手伝わせてもらうぜ。ありがとうございます。またいつでもお待ちしています。おっと、今度は僕がパトロールしないといけない時間だ。それでは春日さん、また。やれやれ、忙しいな。それだけやることに対して人が足りないってことか。もっと増えればいいんだろうけど。海を楽しむ人の命を守るか、本当立派だぜ。また今度来た時にレイモンドに声をかけて手伝うとしよう。準備はできてるぞ。